白糸川橋梁は、神奈川県小田原市根府川の白糸川に架かる JR 東海道本線の鉄道橋である。初代の橋梁は1922年に根府川駅と真鶴駅の間に竣工。軽間150フィートの複線上路トラスが3連と、その前後に軽間40フィートの単線、プレートガーダーが角に軽間架か,かる構造であった。 春高翌年の1923年9月1日、関東大震災により、背後の山が崩壊し、土石流が押し寄せて壊滅的な被害を受ける。三連トラスのうち一つは泥流に押し出され行方不明。一つは大破して泥流に埋没し、残る一つも一部が泥流に埋没した。プレートガーダーも半数ほどが行方不明になった。 この震災により白糸川川口付近の住民200人余りと海岸で遊泳していた児童数十人が死亡または行方不明北側の根深川駅に停車していた旅客列車も相模湾に滑落し百数十名の死者が出ている現在の橋は被災の翌年に新たな橋に架け替えられた二代目である三連トラスは初代の橋の図面がほぼそのまま使われ 被災前とほぼ同じ形態で再建された。トラスは赤く塗装されている。根深川駅の真夏駅より、西側に相模湾に開けた谷筋に南北にかかり、在来線の東海道本線の伏線を渡す。下流側に国道135号、上流側に東海道新幹線の橋梁が並行する。鉄道撮影のスポットとしても知られ、1991年には、 神奈川の橋100線に選定された。地形的要因から特に生えぬ時には、強風が観測され、しばしば列車の運行規制を受けた。この区間の東海道本線は、首都圏と東海地方、西日本を結ぶ物流の動脈であるとともに、伊豆半島への観光路線としても重要であるため、風への対策が求められた。1991年に、 車窓からの景色を極力損なわないよう60%充実金務方式の防風策が設置された。この対策により、使用開始後1年間の実績で従前に比べ、運転中止に数約80%減、運転中死本数約90%減の効果が見られた。東海道新幹線、白糸川橋梁本橋梁を建設に伴い、 白糸川の河川改修が行われ、直下にあった箱根脇石所の一つ、根深川石所が水没した。ありがとうございます。